本日ご紹介するギターはこちら、ギブソン SJ200、 1998年製のご紹介です。この SJ200、 アコギ界のキングとも言われ大変人気があります。このジャンボボディめちゃめちゃかっこいいですよね。これに憧れたという方も多いのではないでしょうか。一体どんなギターなのか、これから皆さんと一緒に見ていきましょう。そして動画の最後ではプライスも発表します。今この新品の現行モデル SJ200 スタンダードの価格おいくらかご存知ですか？75万6800円です。お高いですよね。今こういったアコースティックギター値段がじわじわと高騰してきております。では今回このギター一体いくらなんでしょうか。新品価格が上がっていけばユーズド価格も上がっていきますので、お探しだった方はお早めにご検討ください。では本題に行く前に告知があります。11月12日おっとり屋イベント開催します。このおっとり屋イベントでは会場限定の即売会をします。通常に販売しますと瞬殺で売れてしまうかなり人気があるギターです。これを会場に来ていただいた方限定で販売させていただきます。その他にもこの YouTube では絶対に出すことができないレアなお話やたくさんの楽しい企画を予定してますので、ぜひご来場ください。チケットは現在発売中です。詳しくは概要欄をご覧ください。皆さんにリアルにお会いできることすごく楽しみにしてます。ではこのギターのスペック、コンディション、サウンド、プライス、ご購入方法をギュッとまとめてお送りします。そして動画の最後ではお知らせがあります。ぜひ最後までご覧ください。ボディ形状はジャンボボディです。このひょうたん型というのが特徴的です。ギブソン J45 と比べてみます。大きさの違い分かりますでしょうか。ジャンボボディは弾きにくいんじゃないか、そう思う方もいらっしゃるかもしれませんが、実はそうでもないんです。というのはこのくびれの部分が深いじゃないですか。ですので座って弾いた時に太ももの部分に収まりがいいんです。ですので案外大きさの割には弾きやすいというのも特徴です。トップ材質とかスプルース、いかがでしょうか。この木目が詰まって非常に綺麗な材を使用してます。そしてサイドバック、メープルです。いかがでしょうか。このメープルならではのワイルドの木目、このトラメがすごく綺麗ですよね。木目フェチの方にもたまらないと思います。ネック、メープルとローズウッドの3ピース、指板、ブリッジはローズウッド、スケール約647mm、 ブレーシング、スキャロップデックスブレーシング、ナット幅約 44mm で、シェープは薄めのかまぼこ型になります。では装飾を見ていきましょう。ペグはキーストンボタンがついたクルーソンのゴールドペグ、ヘッド付き板にはクラウンインレイ、クラウンパール指板インレイ、花柄が描かれたラージピックガード、ムスタッシュブリッジ、 SJ200 らしい豪華な装飾です。そしてこのギターはピックアップが搭載されてない生ギタータイプになります。では気になるのがコンディション。まずマイナスポイントから、ピックガードの柄の一部が薄くなっています。ボディトップ、パッと見は分かりませんが光の加減でウェザーチェックが見受けられます。ちょっと細かいところなんですけども、このトラスロットカバーの上のネジの部分が割れています。簡易的にリペアはしてありますが、非常に薄いプラスチックですので取り外しの際はご注意ください。それ以外は多少の小傷、使用感はございますが、目立つような大きな傷、ダメージ、リペア歴はございません。製造から25年経った個体と思えばかなり綺麗なコンディションだと思います。スワップピンの増設はありますが、ピックアップの取り付け跡はありません。ブリッジピンが社外品の牛骨製に交換されています。フレットは7割以上残っておりまして、透明リフレットの必要性はありません。ネックのコンディションも抜群です。まっすぐで元置きもありません。トラスロットにも余裕があります。現行は12フレット6弦側、約 2.4mm、 1弦側で 1.6mm と適正な高さにセッティング済みです。サドル山もまだありますので、お好みで現行調整が可能です。そしてギターの要とも言われますこのサドル、当店で新規交換済みです。良質な目の詰まった牛骨製で交換することによって、演奏性はもちろんサウンドポテンシャルもさらにアップしてます。以上の内容から、外見のみならずプレイビリティも大変良好な個体です。当店で販売するギターは厳しい基準をクリアしたものしか販売しませんので、このプレイビリティに不安を感じる方でも安心してご購入いただけます。
私が自信を持っておすすめするギブソン SJ200 です。ではサウンドレビューです。アコギ界のキングと言われたこの SJ200、 このメープル材の美しいサウンド、ぜひお聞きください。どうぞ。ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。このジャンボボディならではの迫力のサウンド、堪能していただけたんじゃないかなと思います。ではもう少しですね、このギターのサウンドを掘り下げたいと思います。サウンドの特徴3つに分けます。まず1つ目、のぶとい低音。いかがですか。こののぶとく深い低音、このジャンボボディならではの太いサウンド、しっかり出てますよね。お腹にしっかりと伝わってきます。そして2つ目、きらびやかな中高音。いかがでしょうか。
このメープルならではのきらびやか、そして硬質でシャリーンとした美しいサウンド、素晴らしいですよね。このメープル材というのはですね、他の材と比べても硬い材です。この硬い材を使っているギターっていうのは硬い音がします。逆にマホガニのような柔らかい材を使ったギターは柔らかい音がするんです。これギターの面白いとこですよね。ですのでこういった硬質で美しいサウンドが好きだっていう方にはもうたまらないサウンドではないでしょうか。そして3つ目、無色透明です。どういうことか。この SJ200 というのはですね、比較的このメープル材を使ってるということもあってフラットなんですね。色で言うなら無色透明、クリアなサウンドというのが特徴です。そして歯切れが良くてサスティンが短め、ザクザクっとした感じっていうのも特徴なんですね。ですので例えばこういう感じ、といった感じでこのザクザクっとした感じ、この歯切れがいいっていうのもですね、このメープルならではのサウンドでもあります。そしてこの SJ200、 ジャンボボディだから絶対鳴るんだろうと思われる方多いと思うんですが、実は違うんです。これ今まで SJ200、J200 持ってた方、今所有されてる方、探してた方はよくわかるかもしれません。実は個体差がすごく大きいのもこの SJ200 の特徴だったりします。私もですね、今まで数多くのこの SJ200 を触ってきましたけども、全然ならないなという個体もありました。ですがこの個体はですね、音抜けがすごく良くて音も大きいです。力いっぱい弾いた時にドーンと迫力あるサウンドがしっかりと出てくれます。製造から25年経ってるということで、この材の自然な乾燥も相まったこのサウンド、当たり個体をお探しの方にはかなりおすすめです。皆さんがこのギターを手にしたらどんな曲弾いてみたいですか？この SJ200、 多くのアーティストの方が使用されています。私はですね、しっとりとこんな曲を歌いたい、そんな気分です。次の列車が駅に着いたらはこの街を離れ遠く500マイルの思わずこんな曲をしっとりと弾きたくなってしまう、そんなギターです。皆さんでしたらどんな曲弾いてみたいですか？ぜひ大好きな曲、この SJ200 に合うような曲、思いっきり弾いてみてはいかがでしょうか。この SJ200 にまつわる思い出話、今日の感想、ご意見ありましたら、ぜひコメント欄にシェアしてみてください。俺 SJ200 持ってるよとか、前買ったんだけどさ、あんまりならなくて手放しちゃったよとか、いろんなエピソードあると思います。楽しみにしてます。ではプライスの発表です。こちら、1998年製、ギブソン SJ200、 価格は49万5千円税込みでのご提供です。いかがでしょうか。憧れのジャンボ、これだけのコンディション、そして素晴らしいサウンド、こういった当たりの J200 と出会える確率も今はどんどん少なくなってきてるかもしれません。ぜひこの SJ200 を探しだった方、今回の動画を見て心が震えた方、何度もお伝えしております、ギターも人と同じで一期一会、ぜひ憧れのギブソンを手にして今よりもより充実した時間を過ごしてみませんか。ご購入のお問い合わせ先は当店の LINE、 メール、お電話で受けたまります。在庫状況につきましては動画概要欄、コメント欄に記してありますので、そちらを確認されてからお問い合わせください。このギターには純正のハードケースが付属します。お問い合わせお待ちしております。
ということで本日の動画いかがでしたでしょうか。ぜひ動画の感想やご意見がありましたらコメントいただけますとすごく嬉しいです。励みになります。そしていいねの高評価ボタン、チャンネル登録もポチッとお願いします。皆さんにお知らせがあります。当店は各種 SNS 配信してます。この YouTube、LINE、Facebook、Instagram、X、Threads、 ぜひご登録していただいて当店の新着情報ゲッツしてください。皆さんにお知らせがあります。11月12日オットリアイベント開催します。そこでですね、今ここにあるギターの中でかなりレアなモデル展示したいと思います。そのギターはこれです。ヤマハの L51 カスタム、このギターをイベント当日展示したいと思います。この L51 見たことがないという方も多いのではないでしょうか。かなりレアなモデルです。ギター界の絶滅危惧種とも言われてます。それぐらいレアです。ですのでぜひ会場に足を運んでいただいてこの L51 生で見てください。きっと感動すると思います。チケットは現在発売中です。概要欄に URL ありますのでそちらの方から今すぐお申し込みください。会場でお会いできるの楽しみにしてます。ということで本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次はどんなギターが飛び出すのかぜひ楽しみにしておいてください。本日もご来店ありがとうございました。